教授、どこに行ってたんですか？森を探索していたんだよ。奥の方に新しい建物が出現していた。え？本当ですか？どんな建物ですか？中に人はいましたか？落ち着いてくれ、タクマ君。一つずつ答えるから。すみません、つい。私が見たのは図書館だよ。図書館？軽く入り口付近を見ただけだから、中に人がいたかどうかはわからない。それに、あの図書館は明らかに今までの建物と違う。違うって、どんな風に？あの建物は、いや、みんなの前で話した方が早いか。とにかく一度、校舎に戻ろうじゃないか。そうですね。わかりました。行きましょう。どうしろってんだ。畜生。カイト。お前も来るな。どっか行けよ。それはできない。いいから。どこかに行かないと。お前にまで暴言を吐いてしまうって感じかな。な、ハル。生きてたのか。今までどこにいやがった。そんなのどうでもいいよ。それより大事なのはカイトさんのことだ。カイトさん、こんなことした主に復讐したい？お前何を言っている？主が憎いよね。大事な妹を奪われたんだもんね。だったらついてきなよ。僕がいい方法を教えてあげる。俺は、復讐。そうだ。ミュウを奪った、主に。カイト、ダメだ、行くな！カイト！あれ？あの後ろ姿、カイト君？ううん、カイト君だけじゃないわ。ドラクモンに、ハル君？待って、アオイ！飛び出しちゃダメ！ラブラも？でも、ハル君が生きてたのよ。様子が変だわ。ドラクモンは焦ってるし、ハルも怪しい気配がする。嫌な予感がするの。追いかけるにしても、みんなと行きましょう。そうね。冷静にならなきゃ。急いでみんなに知らせましょう。お待たせ。って、あれ、葵さんとカイトは？二人とも見つからなくて、どこに行っちゃったんだろう。僕、二人を探してくるよ。みんなはここで待ってて。みんな、よかった。ここにいたのね。お願い、森に来てほしいの。葵さん、ラブラモン。よかった。ちょうど探しに行こうとしてたんだぞ。こっちとしてもちょうどよかったわ。
あのね、カイトが。カイトが？何かあったの？カイト君とドラクモンが、ハル君と一緒にどこかへ出かけてしまったの。ハル？あいつ無事だったのか？ええ。でも、なんか様子が変で、どこか異様な感じがしたの。それでね、カイト君とドラクモンが、ハル君と一緒に森の奥の方へ行ってしまって。ん？待ってくれ、葵君。二人は森へ行ったのか？はい。確か、ここから見てあっちの、東の方へ進みました。東？図書館の方角だ。それってまずいんじゃ。図書館？さっき教授が見つけたって、森に新しく出現した建物なんだ。まだ調べてない。何があるかわからない場所だ。もしそっちの方に行ったなら、危険すぎるよ。本当に新しくできたばっかりだって言うなら、もしかしたら、主の手下も調べに来てるかも。まずいだろ、それは。ただでさ、今のカイトは危なっかしいのに。助けに行かねばならないだろう。それもすぐにだ。うん。今のカイトを放ってはおけない。行こう、みんな。なんだよこの建物、もう校舎からだいぶ離れちまったじゃねえか。なあハル、この建物が目的地なのか？ハル？おいカイト、ハルがいねえぞ。それがどうした？どうしたって。ここが目的地なんだろ、行こうぜ。カイト、待てって。すげえ静かだ。人の気配が全くしやしねえ。カイト、これ以上はダメだ。さっきから嫌な予感しかない。みんなのところに戻ろうな、カイト。復讐。ここに復讐のための何かがあるなら、俺は戻らない。バカ言え。こんなうさんくさいところに何があるって。そんなもの罠に決まってるだろうが。なあカイト。お兄ちゃん。まさか。お兄ちゃん。ミエ。ミエ、ミエ、生きていたんだな。ううん、死んじゃった。え？もっと生きていたかったのに。家に帰りたかったのに。もう帰れないよ。元の世界に戻れない。ミュウ。お兄ちゃんはうちを守ってくれるって言ったのに、助けてくれるって言ったのに。ねえ、どうして、どうしてうちを見捨てたの？違う、見捨ててなんていない。俺はお前を助けようとしたんだ。嘘つき。嘘つき。嘘。だってお兄ちゃんは霧の中に入るのをためらったじゃない。うちが飲み込まれたあの時、
お兄ちゃんは一緒に来るのをためらった。自分ばっかり大事にして、うちを見殺しにしたんだ。いや、違う。話を聞いてくれ、ミル。やっぱりお兄ちゃんはうちを言い訳にして暴れたかっただけなんだ。違うんだ、違うんだよ、ミル。俺は、いや、違わないか。確かに俺はお前を助けられなかった。ごめんよ、ミル。ごめん、許してくれ。ねえ、ずるいよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんだけ生きて元の世界に帰るのはずるい。そうだよな。そうだよな。お前がそう思うのも仕方がないよな。な、待て、カイト。こいつの言い分はおかしい。そうだ、これは幻だ。今までにもあったじゃないか。俺たちを惑わすためにミュウの幻を見せているんだ。騙されるな、カイト。お兄ちゃん、うちのことを守ってくれるって約束したよね。その約束が本当なら一緒に来て。え？ほら、こっち。ついてきて。ミュウ、待て、一人じゃダメだ。俺から、お兄ちゃんから離れるんじゃ。ダメだ、カイト、行くな。止めるなよ。よく考えろ、ミュウは死んだんだ。ついていっちゃダメだ。なあ、カイト。行かなくちゃ、ミュウのところに。もう、あいつを一人にさせられない。約束、守らなくちゃな。カイト！教授、本当にこっちで合ってるんですか？うん、間違いないはずだ。はずって？まだ建物は見えないが、方角は合っている。もうすぐだ。まさか建物ごと消えたってことはないよね？そんな、カイト君。ん？あれは図書館が見えました。いや、別の厄介なものを見つけてしまったようだ。レナモン。ここに来たのは私たちに接触するためか、それとも図書館目当てか、みゆき君のためか。黙れ。お前にみゆきの名を語る資格などあるものか。やはり君は私のことを恨んでいるのか。恨む？どういうことだ。答えを返す義理はない。お前らには黙って生贄になってもらう。以前アルケニモンが言っていたな。人間の子供は巫女ほど重要ではないが。十分に使い道があると。でも、そんなことに葵たちを私はしないわ。何をするつもりかは分かんないけど、生贄なんて絶対にダメだ。ふん、使い道すらない獣たちがよく吠える。なんだと。レナモン、どうしてだ。お前はミユキを助けようとしていたじゃないか。僕たちは同じ目的のはずだ。だったら一緒に。
従わないつもりか？なら、それでいい。力ずくで従わせるだけだ。レナモン！みんな、気をつけろ。来るぞ！レナモン、進化！私の術の餌食となれ。悪魔に立ち向かうつもりか。行くぞ。やられたいものから来る。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。私がやろう。アンジェレーション。行くべきか。
私がやろう。挑まぬことだ。レナモン、どうして戦わなきゃいけないんだ。お前だってミユキを救いたいんだよな。知ったような口を聞くな。約束したんだ、みゆきを守ると。私だけがみゆきを助けられるんだ。それって僕たちと同じ？ハルでもタクマでも他の誰でもなく、この私がみゆきを救う。レナモン、お前たちにいいことを教えてやろう。仲間の居場所だ。仲間？それってカイトのこと？あいつを助けたいのなら図書館に来い。そして自らの罪と向き合うがいい。あ、来なければカイトもドラクモンも死ぬ。必ず来るんだ。カイト君、捕まってしまったのね。でもそれならハル君はどこに？話がおかしいぜ。ハッタリなんじゃん。いや、あの口ぶりはハッタリとは思えない。でも捕まえたって言うなら、なんですぐに生贄にしないわけ？葵たちをおびき寄せて生贄を増やすためでしょうね。つまり罠ってこと？でも罠だったとしてもやることは変わらないよ。そうだよ、二人を助けなきゃ。行こう。もう少し進めば図書館が見えてくるはずだ。